ニセ恋嫁入り。まず各種設定だ。マジ恋プラス得体の試練モードだな。親睦を深め、より多くの情報を引き出してこい。本気か？新しいシチュエーションが生まれたようだ。新しいシチュエーションが生まれたようだ。覚悟はいいな。はーい。やっと帰ってきたか。おかえり、あなた。この呼び方にはなかなか慣れないな。やはりいつもの呼び方でいいか？と、帰ってきたばかりで疲れているよな。すまなかった。それじゃあ夕食にするか、風呂にするか、それとも私と。知れないが、はあ、風呂に入る前から茹で上がってしまいそうだぞ。おい、ここで服を脱ぐな。ダメだ、風呂はやっぱりダメ。わかった、安心しろ。お嬢から新婚の作法は聞いている。自慢の一品は口移しで食べさせればいいんだろ。無理だ、今のは却下。想像しただけで手が震えてきた。新婚というのはなかなかにハードルが高いな。恥ずかしいことばかりでゆでだこになってしまいそうだ。え、お帰りのキスがまだ。それくらいならできるぞ。キスはいつもやっていることだしな。それじゃあ目を閉じてこっち見ろ。行くぞ。目を開けろ。いい加減起きろ。唇を突き出して何をやってるんだ貴様は。貴様が勉強を教えろと言うから居残ってるのに、居眠りとはいい度胸だな。一体どんな夢を見てたんだ。え、私と新婚生活を送る夢、しかも毎日キスをしているだと。そんな夢を見ている暇があるなら勉強しろ。思わず気絶させるほど殴ってしまった。だが結婚したら毎日キスか。夫婦というのはそういうものなのか。その時は殴らないように頑張らなくてはな。覚悟はいいな。あ、ようやく見つけましたわ。捕まえた。今日はもう逃がしませんからね。
誰って決まってるじゃないですか。あなたに尽くすと決めた恋人ですよ。慌てた顔をしてどうしたんですか。顔？もしかして近いからって照れてるんですか。私はもっと近くであなたの顔を見たいです。正気って、私はいたって平静ですよ。それに二人きりの時はいつもこうじゃないですか。それより今日は二人で公園に行きたいです。さあ早く歩きましょう。ふふ、こうしてベンチでゆっくりとするのもいいですね。周りには誰もいないし、二人だけの時間って感じがします。今なら膝枕だってしてあげられますよ。最初からそうやって素直にうなずいてくれればいいんですよ。それじゃあこちらへどうぞ。どうですか、気持ちいいでしょう。たまにはこんな風に甘えてくださっていいんですよ。いつもは私が助けられているんですからね。このままその頭を持ち上げてしまえばキスもできちゃいそうですね。さ、目を閉じてくれますか。私の方が優しいキスができますわ。もちろんです。つぐみさんとのキスならあなたも大喜びでしょ。さあ私と熱いキスを。さあ目を閉じてください。これでもあなたは私のもの、逃がしませんわよ。起きろ起きろ。目が覚めたか。よかった、なかなか起きないから心配したぞ。状況がわからないって。貴様は橘真理香に追いかけられ豪快に転んで頭を打ったんだ。かなり強く打っていたみたいだから覚えていないのも無理はないがな。だが上事のように橘真理香の名前を呼んでいたのは少しショックだったぞ。は？私が彼女のような性格になっていた？また変な夢を。そんなに橘真理香のことが気になるか？なんならもう一度夢の世界に返してやっても良いのだぞ。ふん、冗談だ。だが多少は気をつけろよ。私だって嫉妬くらいはするんだからな。親睦を深め、より多くの情報を引き出してこい。ニセ恋嫁入り。情報を確認する。橘真理香の情報だ。私の情報を調べるなど、貴様暇なのか。